どうも、よしです。さあ、今週も月曜日がやってきましたが、ホワイトボードはありません。今週は顔出しでがっつり伝えたいことがあるので、このスタイルで行かせていただきます。ということで、6月の最終週です。あと数日でね、6月が終わるわけなんですが、まずここで皆さんにやってほしいことがあります。6月がどうだったでしょうか。まず振り返ってください、自分の6月をね。で、そのある程度評価をしてほしいんです、自分の6月を振り返った時に。で、この評価の仕方にもポイントがあって、頑張れた、ダメだった、これは良くないです。何が良くないかって、抽象的だから。抽象的な評価は次につながらないです。具体的な評価をしましょう。何が頑張れたのか、何が頑張れなかったのか、そしてもっと踏み込んで具体的にするんだったら、数字があればもっといいです。おそらく、自分は目標の立て方とかね、6月のポイントも話しましたけども、その時にも言ったように、数字を使ってください。何個やるとかね、例えば英単語を6月中に500個覚えるっていう、これは英単語を頑張ると言った人と、英単語を500個聞けと覚えるって言った人の、大きな違いですよね。だから英単語を頑張るっていう抽象的な目標を立ててしまうと、頑張れたかどうかが曖昧ですよね。評価も曖昧だから次に繋がんないんですよ。何がいけなかった、何が反省なのか、次にどう生かすのかっていうね。でも500個って決めた方は、例えば500個決めたんだけども300しかできなかった、なんで200いけなかったのかなって、この200を埋めるためにはどうやったらよかったのか、もしくは元々の目標設定が高すぎたかもしれない。じゃあ7月はその6月のね、度合いを見て、このぐらいの数に設定しようって、より自分にフィットした目標設定が具体的に立てられるんですよ。だから今ね、みんなが目標をどう立てたかわからないんですけども、まず振り返って評価してもらって、評価するときには具体的に評価してあげる。自分の嫌なところと向き合うのは難しいよ、ね、嫌な時もあるかもしれないけども、そこは素直に受け止めて、ぜひ7月に生かしていきましょう。はい、ということでね、改めましてよろしくお願いします。で、今回は7月のポイント、そして7月は何がありますか。はい、夏休みがありますということで、よくね、耳にしたことがあると思います。受験生は夏が天王山だと、夏を制する者が受験を制すと、ちょっと誇張した表現ではあるんだけども、間違ってないです。てか逆を言うと、夏をやらかした生徒は基本的にうまくいかないです、受験は。で、これは受験生だけの話なので、中1中2とかね、高1高2の方は、私たち関係ないって思うでしょ、思うと思うんですけど、もし今までのね、自分を振り返ってください。それは6月だけじゃなくて、今まで振り返ってきて、なんかうまくいってないな、特に勉強に関してね、うまくいってないなって思ったり、どこかでちょっと変わりたいなって、自分を変えたいなって思ってる方は、この夏変わらなかったら、おそらく次のチャンスは冬、もしくは学年上がる時かな。そこまでないですよ、変われないです。だからもし自分を変えたいと本気で思うんだったら、この夏をうまく生かしてください。じゃあ具体的にどう生かせばいいんだっていうところを少しね、話していこうと思うんですけど、冒頭にもね、話したように、まず7月のポイント、これ多分6月中に見てる方が多いと願ってるんですが、6月中に見れた方は7月で何をするのか、つまり7月末ね、7月31日にはこれを終わらせておくとか、ここまでをできるようにしておくっていう目標を数字を使って具体的に立てましょう。いいかい。これは夏休み前に、夏休みの目標っていうのはもちろん立てるんだけども、夏休み、みんなどうなんだろう、今年短くなるのかな。7月20日ぐらいからスタートすると、10日間ぐらいは夏休みがあるじゃないですか。それを込みで7月中にこれをやるんだっていうのを考えてください。そしてこれは7月に入る前です。この動画を見た方はね、7月に見た方は今考えてもらって構わないんですけど、6月中に見れた方は絶対に6月中に決めるの。7月になってから7月何頑張ろうじゃないんだよ、6月中に契約を立てる。そしてもっと言うと、7月1日、1日まで行かなくていいか、7月入って最初に何から手をつけるのかのスタートを決めてください。多分ね、1科目じゃないでしょ、この科目って決めると思う、夏休みが入ってるから。その中で何をまず最初にやるのか、スタートの部分を決める。それを決めておくと、7月入った時に、あ、契約を立てたんだけど、どれからやろうかなーっていう考える手間がなくなる。いいか、7月はもうとにかく頑張るだけ、決めたものをしっかりこなしていくっていうだけにさせてあげて、余計な何かを考えなきゃいけないのは6月の自分に任せよう。いいかい。つまり6月中に、7月中に何を終わらしたいかっていうのを具体的に決める。そしてスタートを何をするのかっていうのをまず決めてください。
6月を振り返った時にうまくいかなかったとか、もうダメダメだったって思ってる方はきっと少なくないと思います。この動画見てる方の中で。てか実際多いんです。6月をうまく使いこなせない方。だって言ったもん俺動画で。たくさんへこめって。たくさん悩めよって。それが価値があるからって。いいんです。悩んだ？で、悩んで、その、ね、悩みにもさ、2種類あるんだわ。2種類あってさ、自分がへこむために悩んでる人がいるのよ。もう自分のダメなところをいっぱい思い浮かべてしまって、ああもう私クズだ、ダメだ、何やっても無駄だよねってへこんじゃってる人、悩んでね。でももう一パターンある。悩んだ、悩むから不安だよね。だからそれをエネルギー源にして、その自分を変えたいから頑張るって人、ここにまず、まあ、ターニングポイントがあるわけよ。でみんながどっちに行ったかわからん、もしかしたら今へこむ方だけになってるかもしれない。でもこの自分は変えられるよ。変えるのもこの7月だ。たくさん悩んでもらって構わなかったからね、いっぱい悩んでもらって、その中で気づいたことを大事にしてほしい。例えば勉強しようと決めてたのに1分もできなくてへこむパターンってありますよね。何も手がつけられなかった、つまり0分。自分の本にも書いてるんですけど、極力0分の日は作らない方がいいって言うんですよ。なぜかってメンタルがやられるんで、切り替えが難しいんですよ。でもまあ難しい、これは難しいかもしれないけど、1問でもいい、ほんと5分でもいいんですよ。でもそれにめちゃめちゃ評価した方がいい。例えば本当にね、踏ん張れなかったら0分になってた。0と1の違いってすごいでかいんだわ。だから1問だけかもしんない、ね、周りからは1問だけって言われるかもしれんし、自分自身もそう思うかもしんない。でも0分になろうとしてへこんでも何も手がつかないって思うほどダメダメだったのに、1問だけは踏ん張ったって、いやもうすげえ拍手してあげていいかい。だから振り返った時にもう自分がへこむポイントが分かったはず。こういうことをやったら自分はへこむんだって、これをやったら自分にとっては落とし穴というか地雷なんだって、じゃあ踏まなきゃいいんだよ。それを7月は、そうやってできるかどうか、そうやってダメなところをいっぱいね出てきたからこそ、自分の落とし穴が分かったからこそ、それを避けていけばいいじゃん。そういう風に生かしてって。失敗じゃねえんだよ、失敗は失敗のまま放置するから失敗なんだから。失敗を次に生かせば成功は失敗の元になるんだよ。いいかな。そういう7月にしてほしい。暑苦しい、ごめん、でも付き合って、次行くよ。そして契約を立てる時のポイントがあります。でこれは2つあって、今まで計画を立ててうまくいってる方はもう聞かなくていい、スルーでいいからね、変えなくていい、無理には。ただ契約を立てたんだけど、だいたい3日ぐらいで崩れて、もう立てたプリントさえも見なくなりましたって方も少なくないはず。そういった方はですね、まずやるものを設定するじゃないですか。だから例えば7月中にこれをやるって決めたら細分化しますよね。最初の1週間でここまですれば間に合うな、じゃあ最初の1週間でここまでやるためには今日まずこれやんなきゃいけないなみたいな。だから目標1ヶ月から、まあ、長期までいかないけど、長い期間から1週間の中期に切って、そこから短期の1日に切っていく。そうやって短くしていくんだよ、契約っていうのは。で決めた時によし今日はこれだって思ったら3割カットしてください。 100% 自分で決めたものの 30% 減らします。だから7月中の大きな目標決めた時も 30% カットしちゃってください。単語をじゃあどうしようかな、じゃあ7月も頑張ってね1000個覚えるって言った方は 30% カットだから700個に減らしてください。これはうまくいってなかった方、ちょっとそれをね契約が自信がない方はもう命令ですそれで失敗したら俺のせいにしていいから、3割カットする。でこれは何でかっていうと、契約を立てる時っていうのはある程度時間に余裕があります。今気持ちにも余裕があるんです。だってまだこれから頑張るんだもん、ウォーミングアップだもん。その時はねできる気がするんだよ、気持ちに余裕があるから。でも実際に頑張り始めた時はしんどいわけです。で余裕がある時っていうのは想像力がちょっとね気が大きくなってるから、なんだ持っちゃうんだよね、いけそうっつって、それを無理やりでも減らす。だから3割カットしてください。まあ3割目安でいいからね、2割でも4割でもいいんだけど、カットするちょっとね。でそれをまず1個やってほしくて、もう1個は1週間ね、月火水木金土日ってあるじゃないですか。でこれはどこでもいいんですけど、基本的によくやってるのは土日のどっちか、土日のどっちかを全く契約に使わないでください、入れないの。だから1週間でこれをやろうとした時に、例えば7で割りますよね、まあ、もしペースをさ一定ペースにするんだったら7で割ると思うんですけど、6で割ってください。日曜か土曜を白紙にするんです。なぜかっていうと、6日間でずれてしまったものをその日曜日、まあ明けたね白紙の日で全部戻します。その日を使って、間に合わなかった分を戻したり、あとは勉強するときにみんなも実感してると思うんだけど、1回じゃ身につかないんだ、絶対に復習するから。復習が必要になるから、契約を立てたときっていうのは復習が基本的に分かんないよね。どのぐらい自分がつまずいてどのぐらい復習しなきゃいけないか分からないから、入れられないんだよ。だから基本的に契約を立てたものより増えていっちゃう、やっていくとね。だから増えていくから、それでまた間に合わなくなるんで、それを調整する調整日を1週間に1日もしくは2日作ってください。
そうやって契約をうまく実行していくの。そこまできっちりやりたくねえよって思うかもしれないね。思うかもしれんけど、俺が思ってるのは、人はやっぱり契約を立てないとうまくいかない、基本的に。成り行きでうまくいくのはただのラッキーパンチだから。もちろんラッキーパンチで期待してもいいよ。受験勉強でしてもいいけど、本当にこの夏逃したら変わんねえぞ、何も。だから、やっぱりその確実性を上げる、勝率を上げるためには契約は必須だと思ってる。で、契約が必須で、その思いを込めて、今6月だからさ、時間かけていいからね、契約。いっぱい考えな。いっぱい6月の自分と向き合ってこうするんだって腹くくって決めてみ。で、決めるから気持ちを込めて、時間をかけて決めたからこそ絶対に使った方がいいんだよ。で、その思いを込めて作ったものだからこそ、達成した時、7月が終わった時に、やりきった時に、本当に自信になるから。多分みんなが今まで自分のことをダメ出しばっかしてきた人は、多分感じたことない感情になるから、自分の中で。初めて自分をちょっと褒めてやりたいと思ったって、うち言ってたもん、生徒。本当にそういう表情するから。で、それを味わってほしい、7月に。で、7月にそれが味わえたら、8月はもう絶対うまくいくから、そのまま。で、7月、8月、つまり夏。夏がうまくいけば、あと、新学期、夏休みが明けた後も大丈夫。まあ、もちろん受験生とかは、そのね、メンタルやられる時も来るから波はある。波はあるけども、下に来たとしてもすぐ戻せるから。夏の自信があるから。あの時やれたから大丈夫だよって言ってやれるんだ。で、それは受験生じゃなくても、今までうまくいかなかった方、夏休みでうまくいったら、そんなに、あれだよ、ぎっちり勉強しまくれってわけじゃないよ。ただ自分が決めたことは達成するっていうのを経験してほしい。これが7月にできるかどうかがすごく要です。いいかな、あの脅すような言い方もして申し訳ないんだけど、7月こけたら8月こけるからね。7月ミスっても8月あればいいかってよくないよ。小学校の時思い出して、後で宿題やればいいやって言って、7月を逃したらさ、気づいたらお盆終わってんだよ基本的に。で、あと10日しかない、どうするって、お母さんみたいななっちゃうんだよ、受験勉強でも。で、受験勉強は誰も助けてくんないからね、自分が頑張るしかないから。だからぜひ7月が終わった時に、また動画撮るから、こんなね、8月だよって言うから、その時のコメントで7月やりきれましたって。もしかしたら100点は上げられないかもしれない、でも70点80点自分で上げれたらよくないか。そういう自分の人が、うちの生徒がね、一人でも多くなることを心から願っておりますので、まあ、自分も毎週月曜日にわーって喋っていくから、夏もそれもだったらよかったら見て、それを見ながらちょっとでもモチベーション上げれるように頑張るからさ、お互いにね、まあ、一生懸命こう手を取り合ってというか、お互いに頑張っていけたらと思っておりますので、また来週の動画でお会いしましょう。頑張るんだよ、みんな。本当に夏勝負だからね。変われる夏だから、頑張ってください。では、以上、暑苦しい配信でした。以上です。またね。バイバイ。頑張ってね。